はい、ともです。今回は There is ができれば質問もできるということで、話していこうと思います。前回ですね、 There is でいろいろ説明ができますよって話をしたんですけれど、今回はですね、その There is ができると今度質問もできるようになるんですね。で、簡単で There is を Is there ってこう There is、Is there、 これを逆にするだけなんですよね。さて、これも前回と同様に椅子がありますね。で、前回は There is a chair っていうふうにして言いました。できるようになったら There is a white chair、 どんな色かとかで、 There is a brown window、 There is a wooden window、 茶色の窓があります、または、木造りの窓がありますとかですね。で、 There is a、brown window behind the chair みたいにして、こう前回練習したと思います。そしてそれができるようになったら、今日はここからですね、 There is a って言ってたのを Is there に変えます。 Is there a white chair っていうふうにして聞くと、白の椅子がありますかっていうふうにして疑問に変えることができます。これができると、あれがありますか、これがありますかとかって全部疑問文にして変えることができます。例えばここエレベーターありますね、イギリス英語ではリフトと言いますね。 Is there a lift on this floor? 例えば on this floor っていうのはこの階にっていう感じですね。また今度別の動画で、on とかですね、 at とかですね、 in とか、そういった、全部まとめたものを紹介しようと思いますので、まあ、今日はとりあえずこの階でっていう時は on this floor、 この階にエレベーターはありますか、Is there a lift on this floor? っていう感じですね。ということで、lift, is there an elevator on this floor? Yes, there is an elevator on this floor. っていうふうにして答えることができます。で、誰かに聞きたいときも今のようにして、is there? っていうふうにして聞きます。例えば、この階に階段はありますか?っていうとき、is there a staircase on this floor? あそこに実は階段があるんですけれど、is there a staircase on this floor?って聞くと、この階に階段はありますかとかですね。あと、この階にトイレはありますかとか、Is there a toilet on this floor? とかですね、聞くことができます。で、実際にこれまっすぐ行って右行ったらトイレがあるので、答えるときは、Yes, there is a toilet on this floor. っていうふうにして言います。という感じで、Is there を使って今度は疑問に変えていくということですね。じゃあここパッと見で、今2つ椅子がありますね。ということで、Are there two chairs? っていうふうにして聞くことが、ちょっとあーになってしまいましたけど、2個あるときは、まあ、There is が There are に変わりますので、疑問のときも Are there? っていうふうに変わります。Are there two chairs on this floor? っていう感じですね。この階に椅子が2個ありますか?っていうふうにして聞くことができます。で、物がどこどこにあるとかっていうふうに聞くこともできるし、あとはこのちょっと外を見てみると分かると思うんですけど、あそこに今市役所が見えるわけですよね。City Hall ですね、市役所は。ということで、Is there a City Hall? なんでしょうね。Around here, near here、Around っていうのはこの周りっていうのを意味します。Near っていうのは近くにっていう意味です。ということで、この近くに市役所はありますかって聞くときに、Is there a city hall? Is there a city hall around here? って聞くと、この近くに市役所がありますかって聞くこともできます。例えばですね、パッと見こう駐車場が見えると思うんですけど、この近くに駐車場はありますかとかですね、Is there a parking around here? とかですね、Is there any parkings around here? そうですね、Are there? って切り替えが難しいと思うので、とりあえず Is で大丈夫です。僕もそんなに気にせずに聞きますので、Is there で大丈夫だと思います。ということで、Is there というふうにして使って、いろいろ質問を頭の中で考えてみてください。そうすると、いい練習になると思います。ということで、今回はこの辺ですね、サクッと。